前回までですね、死刑制度について、存置か廃止かで、皆さんにいろいろ資料を見てもらったり、その資料を整理してもらったり、してもらいました。もし日本で死刑廃止法という法律ができた場合、この法案、ができたというふうに仮定してですね、皆さん一人一人が国会議員として、今度10月6日の日にですね、模擬議会という形で、死刑廃止についての是非を、討論してもらいたいと思っています。それでは弁護士さんの皆さん、各テーブルの方に、お願いします。人類が昔から、死刑には犯罪抑止力があるというふうに、信じてきているとか、死刑が全ての犯罪を抑えることはできないけれども、死刑、人を殺しても絶対に死刑にならないっていうふうにしてしまうと、重大犯罪に対する歯止めが失われるんではないだろうかというようなことが書いてある。はい、では時間になりましたので、この次ですね、各班で役割を、決める作業に移ってください。代表者兼幕僚役になる人が来ている。国民の安心につながる。場合だったらその、これとこれ性の犯罪に対して死刑が適用されるということに対して、重罪を犯したものに適用されるので国民は安心できるからという意見を尊重します。死刑には犯罪防止効果があると昔から現在まで信じ続けられているという資料中断も出ているのです、うん。世論調査の、死刑が抑止力と考えている人が、多いっていう結果から、多くの国民が安心できるので、やっぱ存置した方がいいっていう考えがあります。1番目がお金もかかり、同一の制度の死刑制度に、お金も死刑制度にかからず、同一させられる中心に含まれる。フランスが1980年に死刑を廃止したけど、その廃止した後との前後で死刑の数は、犯罪件数はほとんど変わらなかったという事実。一般と同じで、これが一番です。そう一番なんかこれで行こうかなみたいな。この時間はこれで終了したいと思います。ただ今代表者が、おそらく、各テーブルに戻ってきてですね、その班でですね、担当の立論っていうのが決まっていると思います。それに従ってですね、まず発表者はその立論に対して、どういうふうに発表するかを考えてもらいたいですし、発表補助の B、は発表者と一緒にですね、模造紙前の方に準備してあります。C 担当者はですね、相手に対する質問を考えてもらいます。これも以上2年それは上は考えて帰ってください。